ケツバ始まりました。ケツバ研究所、今日のテーマは電波を強くしてみよう。パフパフ。一部で話題になってます携帯電話の電波をこういう、なんていうんですか、ボール、金属のボールにつけてパラボラアンテナ風にすると電波強度が強くなる、通信速度が速くなるということが騒がれているんですね。そのあたりを実験してみたいと思います。現在のその何もない状態での通信速度ですね、を測ってみたいと思います。 4G という LTE の速度ですね、とある公園で測ってます。40と12、早いな。ちょっとこれでやってみましょうかね。これはそのちゃんとアンテナが立ってる方角からこう電波をキャッチしないと逆効果になっちゃうんですよ。でもやってみましょうかね。下に向けてやってみます。こういう具合にやるんですね。よっ、そうなの？え、そうなの？これそうです、そうです。来てる来てる、すげえ来てます、ね、来てる。おお、これは期待が持てそう。全電波がここに集まってくる。マジか。日本中の電波がなってるよ。あ、終わりました。お、見ますよ。お、結果は下り 37.45、 落ちたじゃん。上りが 5.23。 がっつり落ちてますね。逆ですよ。ってことは、こんな変わってるってことですよ、やっぱり。そうだ、来てるって言ってたのは後頭部に来てた。そうだね、北ではない、南に向けて。南にね、こうですね。どう、さっき下りが40ですから、来てますね。来てる感じする。来てる。お、いいね、これは。出ました、結果。お、なんと下りが56。あ、すげえ。56.74、で上りが14.78。さっき5だったから。だから方向によってこんなに変わる。すごい。南が正解。わあ、すごい。これさっきので言うと所長の今側頭部に入ってる。こっちは入ってる。もう耳が痛いですね。痛い。こんなことはない。鼓膜が破けそうですね。あいつが痛いよ。下り47、で上りが 11.65。全然違いますね。やっぱ一応 全体的にやっといた方がいいんで。全方位に今んとこ南なんだ。南が最強だね。おお、終わりました。お、下り 42.79、上りが 10.85。やっぱ南ですね。南東は53。あ、違う、すごい。下り53、上りが12。すごい。でもやっぱり真南57だったんです。南だ。南ですね。ボールでそんなに集まるもんなんですね。すごいですね。なので今回は南が優勝ということでした。お、お、すごい、南を優勝させた。はっちゃん。綺麗な顔してるだろ。やかましいわ。で、南に向けて、やるとこんな北と、あ、上りで3倍、下りでもともと電波がいい場所だったんで、それでも2割以上は効果があったと。2割3割はあるか。2割3割当たり前。2割3割当たり前。何言わされてるんだよ。喜んでということが今ネットで騒がれてはいるんです。ここで終わらないのが消せば研究所。なんと傘の内側にアルミを貼ったパラボラアンテナ。